third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. ポンコツカメラマンがカメラマンします。今あの暖房ついてるんですけどね、なんかえらい寒いなと思ったらこいつ冷房つけてるんですよ。嫌がらせやな。何も気にしてる。完全に嫌がらせやで。寒ってなったもん。いや上着着てあったのに、うん、あの暑いからあんま兄弟して大変やな。すいません、ちょっと気を取り直して頑張ります。はい、今日はたまにっていうか結構問い合わせあんねんけどな。はい、このメーカーのこれつけたいんですけどどう思いますかとか。あ、この前 YouTube のコメントとかでも入ってきとってんけど、はい、まあみんなこう車買ったりしたらさ、はい、ちょっとしたものこう DIY でこう LED とかつけたりとかするやんか、はい、まあ、それの注意点じゃないけど、まあ、そういうのうちは結構いろいろなメーカーのやつ使うんで。で今ってもうさ、みんなネットでこうやって携帯でめちゃお手軽に買える時代になって、はい、その昔ってやっぱりその今までみたいな無名のメーカーみたいな、はい、なんかなかったん、大きいメーカーしかなかったんけど、今はもう格安の無名のメーカーというか、はい、うん、そういうのが多くて、うちではあんまりその無名の安物はあんまり使わんようにしてんねんけど、まあ、それはなんでかって言ったらやっぱり長持ちせえへんしトラブルになるから。その基本 LED ってさ、今はもう中国とかで作ってんねんけど、台湾とか、そういうところに工場があんねんか、はい、それでまあコスト抑えて、まあ、安い電球とかそういうの出たりしてんねんけど、はい、この前めちゃめちゃリアルタイムであったんが、まあ、昔もあってんけどリフレクター LED のリフレクター、あ、後ろの反射板光るようにするやつ、はい、あれあのお客さんが自分でつけて、うん、ほんなテールランプがあのブレーキ踏んで光らんくなったって言ってなで、まあちょっと見てほしいんですって言って見んねんけど、正直結論としたらそのリフレクターが悪さしとってそうなっとってん。あ、それ電源取ったらもう通常に戻ってんけど、はい、そういうことがありえんねんか結構、はい、うん、悪さすんねん、うん、こう抵抗とかそういうのかなが多分悪さすると思う。結構多いねんそれ、はい、うん、まあ、そういうのあったりするから僕らは、まあ、お店としてはあんまりおすすめしにくいっていうことで基本は使ってない。だけどどうしてもさ、いつも使ってるメーカーってなんてとこやったか覚えてる？バレンティ。お、バレンティ。うーん、メインでそのバレンティさん使ったりしてるんですけど、例えばやけどここの部品はバレンティない、だけど無名のメーカーから出てるとかもあんねん。ああ、うん、それでもどうしてもつけたいって言ったら一切保証とかはないけど、それでもよかったらあのつけることはできますと、はい、ただなんかトラブル出たりしても僕らは一切責任取れませんよっていう話は席あんねんけど、はい、フォグランプの玉とかもそう。正直無名のメーカーって1年もったいええ方やわ。へえ、うん、俺の今までの経験上そんなもたないですね。もたへん。あとはこう色味がおかしくなったりとか、やっぱトラブル出んねんやん。はい、うん、言葉であんねん、安かろう悪かろうっていう言葉知ってる？分かんないです。分からんな。はい、あのそういう言葉があんねん、はい、うん、安いイコールこう悪かろうみたいな、うん、やっぱりまあそういう言葉があるみたいな、ほんまにリアルで起きてんねん、そういうこと。安いだけのことが起きるってことですね。う、うん、まあうちは基本的にそういう LED とかそういうメーカーって、まあ基本はバレンティさん、はい、あとはまあ部品によったらベレーンさんとかと扱ったりするんですけど、はい、あさっき言ったみたいにこの前めちゃめちゃリアルタイムであったのが LED じゃないんだけど、はい、アルファードのパワーバックドアをこう開けるときって後ろから開けようと思ったら手動で開けんねんか、はい、でボタンを押したら自動で閉まんねんけど、あ、それを後ろで開けるときもこう自動で開けれるようにするキットっていうのがあんねんけど、そのキットをつけてほしいって言ってな、はい、うん、以前動画でも紹介したんちゃうかなやねんけど、はい、この前あったのはあの動かへんと、1ヶ月も経たへんうちにあかんくなった、手動でしか動かんくなったっつってな。でうちが持っとった予備の分と一回差し替えてみたら普通に正常に動いてんやん、はい、
初期不良やってんけど、正直そういうパワーバックドアのオープンキットとか車購入してもらってる時とかにこれもつけてほしいですって言ったら、もう正直な、はい、うちってもう、もうパワーバックドアオープンキットぐらいだったらもうポーチにサービスでつけときますわって言ってやるぐらいの作業やねんか、はい、で、まあサービスやっとって、で、まあそういう不具合出て、はい、うちで見たりなんやしたら結局メーカーの不具合のわけやん、はい、で、交換したいですって言ったらな、なんて言ってきたと思う？嫌だ嫌だ、嫌だはないねんけど、こっちからその商品を送るの元払いしてくれ、元払いの交換品は着払いで送りますって言ってきてんや。結構舐めてるやろ。やばいっすね。めちゃめちゃ舐めてない？俺もそれプッチンできてな、はい、だって相手方のせいでもいいね。そうメーカーさんの不良で、まあ言わへんけど、うん、スタイル、まあそういうメーカーがあんねん結構いろんなもの出しとってな、うちでも結構使ったりしとってんけど、はい、やっぱり俺らもさ、お客様と付き合う時ってやっぱりこう、例えばトラブルとかあった時ってやっぱりそのお店のなんていうの、雰囲気というか、はい、そこでこうほんまにいい店なんかどうか分かるって思ってんねん俺は。はい、だから仮にジールでなんかトラブル仮に起きましたとなっても、はい、それはもちろんちゃんとトラブルは対応させてもらうねんけど、はい、うちもそういうメーカーいろんなもん使っとってさ、なんやかんやいろんなメーカー来るわけよ、いろんなところから。あ、うん、でもどん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 ふるいにかかっていったらそういうところが多いねんや。殿様商売って言ったらおかしいけど、はい、おかしない。でもおかしいですね、これおかしいやん、はい、元払いの着払いで、なんやったらお客様が都合で2週間くらい来れんかってんやん、はい、メールでまだ返品の品はまだですかってメールしてきてんやん。俺もそれはほんまにカッチンってきてな、あ、もうここ使わんとこと思って。あ、そういうのされたらそうなっちゃいますよ。だってそれ送料さらにさ、うちこれお客様知らんねんけど、はい、送料元払いで払って、着払いで来てるわけやん、はい、送料だけでももう、2000円近くかかるわけ。で、プラスアルファ、うちの人件費、はい、交換したりしなあかんやん。その工賃、そこを払うと思う？払いませんね。払わない。だから結局、うちで全部かぶってんねやんか、はい。っていうことがあったりとか、まあやっぱりその、自分でな、その、できる人とかは自分で買ってやる分は全然いいと思うねんけど、はい、まあそのメーカー選びはめちゃくちゃ大事だと思う。わー、大事ですね、今の話を聞くと。だからまあ、うちは、なんかあった時に、そのバレンティさんとかはもうすぐにこう商品送ってくれて、対応をちゃんとしてくれるわけ、うん、だからうちは安心してお客様にも勧めれるし、はい、なんか不具合あったとしてもきちんと交換してもらえるんでって言って、でよくもうバレンティさんはもう仲良くさせてもらってるから、いちいちテールランプ例えば不良出ましたと、はい、交換するから、バレンティお前工賃何倍払えよ、なんか請求もしてないし、うん、普通は一般保証とかでこう交換とかってなっても、こうちゃんも基本絶対出えへん。だから結局最初はお店が泣かなあかんねんけど、そこは、うん、お客様にも請求できへんよ、そんないちいち、はい、テール不具合出ましたと、で交換するのに何本かかります、うん、俺がお客様の立場のやったらえってなるから、うん、まあ、うちはせえへんねんけどな、はい、うん、でまあそういう時にやっぱりバレンティさんとかってそうやってもう一本電話入れたらすぐ次の日にもう代替品送ってくれんねやんか。早っ。だからまあ安心できるやん、はい、やし、まあ、お客様も安心して使ってもらえるしっていうので、まあ僕らはねやっぱりちょっと高いけど、はい、高いけどやっぱり長く安心して使おうと思ったらやっぱ、まあバレンティさんかなって。僕はバレンティさんの方からね一切マージンとかいただいてないんですけど、でももう完全にもうバレンティ推しみたいになってるやん。物はいいです、こんだけ使ってて断言するから、はい、物はほんまにめちゃくちゃいい。営業マンも、やな営業マンの人ももう俺めちゃめちゃ長いから付き合い、あーなんかこの前話した前言ったよ、はい、友達みたいな感じやんけど、まあ今日の動画はほんまにその DIY の時はな、自分でつける、そういうのもええと思うんですけど、あんまり安すぎてそのちゃんとこう保証してくれるんかっていうことをまず確認した方がいい。
例えば自分でそういう中国製の安いものつけました、車、電気関係ってやっぱすごい怖いね。例えばやけど変なもんつけて、あの電気悪さして、あの車のメインのコンピューター飛んだとかなったら、もう何十万コースになったりとか、あんねんあんねん、うん、だからまあそのできればちゃんときちんとお金を出して、あの車屋さんとかにつけてもらった方がいいと思いますし、うん、だけどまあそういうの自分でやるのが楽しいからって言ってやってる人もおんねんけど、買うときはやっぱその値段も大事なんですけど、はい、その何かあったときにちゃんとこう保証面倒ちゃんと見てくれるんかなっていうのを確認した方がいいな。だから基本うちでご購入のお客様はもう僕こういう話を俺すんねやんかほんまに、はい、あの実際にこういうことあったりとかで何かあった時に僕ら一切責任は持てませんよって、うん、それでもよかったらつけれます、はい、うん、その上でもつけてくれって言われたらつけるし、でも基本はみんなあそうやったらあのいいですってなんねん、うん、やっぱりみんな知らんから、はい、うん、LED の玉でも左右色こう違ってきたりな、半年経ったらもうこれはあるあるやから、 DIY であのされるときはそういうところ気をつけてやったらええんちゃうかなと思います。僕はまあやっぱりそのトラブル出たときにな、きちんと対応してくれへんかったらどうしようもないですよね。うちもほんまにいろんなメーカーおったで、シードカバーでもいろんなメーカー来たし使ってくださいって言って、はい、でとりあえず俺はもう挨拶代わりに使ってみるけど、はい、あのあこれあんまり良くないなとか、使うのは正直分からんから、はい、うん、あの営業売りたいから一生懸命ええことばっかり言うわけやん、はい、うん、だけどあこれこうやでああやでとかって言ってちゃんと対応してくれたらいいねんけど、結局そういうところってもう売るのに必死なだけやから、あのもうコンクリートっていうのが多いで、うちおったらあのその他で車買ってなんかおかしくなったから見てほしいんですとかもたまにあんねやんか、はい、基本的にあのうちはあの自分のところでつけたものに関してはきちんと見させてもらうんですけど、よそでつけたものをうちで見てくださいっていうのはどういうつけ方をしてるかも分からへんし、でそれ1個だけやったらいいねんけど、いろんなものがついとったら原因ってめっちゃ断定しにくいんですよ、はい、だから基本的にはちょっとあのすいませんとあのやってませんっていう感じでお断りをさせてもらってるんですけど、はい、だから特にほんま電気周りを気をつけた方がいい、すごいほんまにあるから、あの某メーカーのハイマウントランプつけたりしたら、はい、うん、車チェックランプついてエラー出てディーラー持っていかなあかんとか、これマジリアルになるから、うん、だからまあ、 あの評判というか、はい、うん、そういうのはよく調べて買った方がいいですね。バレンティさんはあの大丈夫ですね、もう今日は、はい、あの雨で撮影ができへんっていうことで、あの急遽なんか撮れへんかな、それはこういうと痩せあったなっていうので、もういちいち僕らも正直一つ一つ返信してる暇ないんで、はい、だからまあこういう感じでちょっと動画で一回あの配信しようかっていう感じで、はい、あの撮ってるんですけど、まあ皆さん DIY やるときはあのその買う購入するそのサイト、はい、うん、あの注意、そのもう中国の人が結構運営してるパターン結構多いねんか、だから問い合わせのメール来てもな、もう日本語おかしいねんやとかあったりするんで、はい、だからまあ そういう商品つけたいってなった時はやっぱり一番ショップ、どこかのショップさんとかでつけてもらうのがまあ一番ですし、はい、いやもうそれでも自分でやりたいっていう時はあのいろいろ今ってインターネット普及してるから、そういうのでこうトラブルとかなんか大丈夫かなとかってこう調べたら出てくると思うんで、はい、そういうところに注意してもらって、はい、あの DIY 楽しんでもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、以上であの今日はね、DIY、特に LED 気をつけろよっていう注意喚起の動画でした。はい、はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。